燃費、まあ、皆さんね、燃費を気にする方、気にしない方、いろいろいると思います。まあ、今日はね、この燃費について、まあ、ちょっと雑談会ですね、をしてみたいと思います。まあ、自分はね、燃費正直気にしないです。っていうのは、やっぱりね、若い頃に、まあ、ツーストのバイクを乗ってたんですね。2ストロークのバイクですね。まあ、今4ストロークしかない、まあ厳密にはありますけどしかないんで、まあピンとこない人もいるかもしれないんですけど、2ストロークのバイクってめちゃめちゃ燃費悪かったんですよ。だけどじゃあ燃費が悪いのになんで2ストロークなのかっていうと、そこは軽いのと速いんですよ。速さと軽さと引き換えに燃費は捨てたんですよ。だからまあそうやって考えると、まあなんだろう、燃費をね、まあ、考えないベースっていうのはその若い時にもうすでにあったのかなっていうのは、自分自身にとってはね、そういうふうに思ったりもします。まあ燃費はね、悪いよりいい方がいいですよね、もちろんね。だって同じ10リッターの燃料でね、100キロ走れるのと200キロ走れるのじゃ全然違いますからね、それはね。もちろんあまりにも燃費気にしないとは言いつつも、もうリッター3キロとかね、そんなレベルはさすがにちょっと気にしちゃいますよ。だって航続距離が短くなりすぎちゃいますからね。車と違ってでっかいタンクついてるわけじゃないんで、オートバイは。だからね、今最近は14リッターぐらいが多いですけれども、まあそれは軽量化の問題とかあるのかな、インジェクションになったからとかあるのかわかんないですけど、まあそこまでひどいのはちょっと考えますけど、そうじゃなくてもそんなね、例えば廃屋とレギュラーでこだわる方もいらっしゃいますよね。まあ、自分は燃費こだわらないんで、廃屋でも別に気にしないです。でもやっぱり廃屋の方がガソリン代が高いね。今普通のレギュラーだってね、すごい高い時代なので、さらに廃屋って言ったらね、やっぱり高くなっちゃいますから、そこは気にする方も多いかもしれないですね。よくね、インプレのコメントに「ああこれいいんだけど廃屋仕様だからな」っていうコメントがあったりするんですよ。でもね、廃屋だからって諦めちゃったらもったいないなっていうふうに思っちゃうのが、まあ自分なんですよね。そもそもまあ燃費が悪くなる走り方の方がしたい方なんですよ。まあ要は急加速とかね、高回転で走るとか。それからトラクションをかけながら走るとかっていう方が、まあ、好きというよりはそのためにバイクに乗ってるっていうのがかなり、まあ、100% の中で占める 70% ぐらい占めちゃうかもしれないですね。そうするとやっぱり燃費を気にしてたらバイクに乗る楽しみがだいぶ減っちゃうなっていうのはあります。まあ燃費を本当に気にするんだったら、もう走り方をかなり変えないと燃費悪くなっちゃいますよね。まあ、自分みたいに、まあ、2速落としてガバッとアクセルを開けて一瞬の加速を楽しむとかやってたら燃費は非常に悪いわけですよ。今790 Duke 乗ってますけども、セロ250に乗ってる時はやっぱりゆっくりとことこ走るのも好きだったんで、全然燃費がね違いますよ。だって片やセロは 9.2 リッターだけなタンクで、790デュークは14リッターぐらいタンクが入るんですけど、明らかに給油の頻度は790の方が多いわけですよ。それはやっぱり燃費がね、全然やっぱりセロの方が良かったからです。ただしその燃費のいいセロに乗っていても、自分のようにまあ高速道路を多く使った場合は、まあ100キロ巡航とかをずっとしてると、いくらセロでもねかなり燃費が落ちました。ぐっと落ちましたよ。だから同じバイクでも走り方によっては全然燃費はもちろん変わっちゃうんですよ。でそんな走り方をして楽しいのかっていうと、セロの場合は楽しくないんですよ。楽しくなかった。やっぱりセロはゆっくりとことか走る方が良かった。で790デュークはそういうまあガバッと開けて走る方がやっぱり楽しいんですよ。そうすると燃費はあんまり良くないけれど、でもそんなにひどくはないと思うんだけどな、790というだけど、そっちを選ぶ、ね、燃費を考えても燃費が悪くてもそういう走りのバイクを選ぶ、そういう走りをするっていう方を、自分は選択しちゃうんですよね。燃費を考える上でやっぱりガソリン代ってことももちろんあるんでしょうね。だから安いガソリンスタンドを探して何キロも走ってそこに入れに行くっていう人もいるようですけど、じゃあそこまで行く燃料はどうなんだってよく考えるんですよ。自分はやっぱり時間がね一番大事なんで、多少ね 2,3 円高くてもそのルート上にあるガソリンスタンドを使います。わざわざ遠回りするよりも行きたいところに早く行きたいし、行きたいところをもっとたくさん回りたいから、通常よりもちょっと高いなっていうスタンドでも入って入れちゃいます。ただ結局オートバイって別に満タンにしてももう10リットルぐらいじゃないですか。で途中で入れるっつったら例えば6リッターぐらいで、6リッターで3円の違いって言ってもね18円の違いですよ。20円ぐらいですよ。うまい棒1本とちょっとぐらいですよ。それぐらいの差でその遠回りしなくていいとか、もっと行きたいところに行けるって言ったら別にそれは気にならないんですよね。すごく気にしてる方もいると思うし、もちろんその方がねお金ももったいないし、効率から言ったらねもちろんそれの方が素晴らしいとは思うんですけれども、でもオートバイに乗る楽しみっていうのはいろいろな楽しみ方がもちろんあるんですけどね。ただそこまで燃費にこだわらなくてもいいのかなっていう、そういう考えがあるんですよ。これはねもちろん自分の考えなんで、皆さんの反応いっぱいお待ちしてます。コメントそんなことはないと、自分はこれだけね燃費を良くして乗ってるとか、年間これだけガソリン代違いますよとか、そんな走りをしなくても楽しいバイクの乗り方ありますよっていう意見ももうたくさん欲しいです。もちろん自分も知ってます。セローに乗ってた時にねゆっくりとことこ走る、あのマシンはね本当下道をゆっくり走るのが本当楽しいバイクだったんで、そういう走りの時は本当ね燃費も良かったですよ。ただそれでもう燃費を気にして走ってたわけではなくて、そういう走りをしている結果燃費が良かったっていうだけなんですよね。だからその燃費を軸にして走るのか、自分の走りたい走り方を軸にして走るのかっていうことだと思うんですよ。でだってやっぱり燃費って軽さもね重要じゃないですか。やっぱりキャンプに行って荷物満載で行ったらやっぱり燃費きっと悪いですよね。だからもうキャンプ道具は減らしてね、ホテルに泊まるのばっかりにするって言った方がもしかしたら燃費はいいかもしれないです。で究極言っちゃうと乗ってる人の体重、これも大きいですよね。だから体重たくさんある人は痩せた方が燃費は良くなりますよね。そういうことにどんどんなっていくわけですよ。極端に言うとですよ。極端に言うと。だからなんだろう、燃費ばっかり気にして走るのはことオートバイに関してはもったいないんじゃないかなって思うんですよね。だから今回の話も白か黒かの話じゃないですからね。燃費を全然気にしないか、燃費をすごく気にするかの2択の話じゃないんですよ。その間があります。燃費の中でもここまでは燃費を気にする、でいやがっつり気にするってその幅があるじゃないですか。だから答えは白か黒かだけじゃないんですよ。燃費を気にするか燃費を気にしないかの2択ではないです。その間が絶対ありますからね。だから自分としてできることは例えばね、空気圧をこまめに調べるとかね、タイヤがパンパンになってる方がやっぱり燃費はいいと思いますよ。そこだけ気にして走り方は気にしないとかね。で空気圧を気にして走り方もなるべく急発進とか急ブレーキとかなくすとか、そこまでやって燃費をある程度気にするっていう人もいるだろうし、いやいやそれだけじゃ足りないよと、ガソリンは安いところで入れて、でかつ空気圧、それから積載量、それから自分の体重も落とす、それから例えば乗ってるバイクもカブにしようとかね、カブなんかすっごい燃費いいじゃないですか。そういうバイクを選ぼうとかで究極にやっていくとものすごい差が出るわけですよ。東京から例えばここ志賀高原のあたりですけど、志賀高原に行った時の燃費の違い、ガソリン代の違いって明らかに違うわけじゃないですか。同じ距離行ったとしてもガソリン代いくらかかった、ね、例えば北海道のツーリングで、2500キロ走ってきたけどガソリン代は自分はこれだけしかかかってないけどあの人はこんなにかかってますみたいな、もちろん話になるけれど、それは楽しみ方の違いであってね、それだけガソリン代を使ってもすっごい楽しく走れた人もいるかもしれない、ね、逆にガソリン代を節約しながらかつ楽しんでる人もいるかもしれない、ね、だからいろんな選択肢があると思うんですけど、その燃費ばっかり考えるっていうのはちょっともったいないなって気もします。だから燃費を考えるなってことじゃなくて、さっき言ったようにここまでは燃費は考える。例えば自分は体重は減らせないから、他のところで燃費が良くなるように頑張ろうとかね、そういうことはできると思うんですよ。そんな意見をね、皆さんちょっと聞いてみたい。自分は全く燃費に関しては無頓着なんで、だから自分のインプレになかなかその燃費の話って出てこないですよね。それは気にしてないからなんですよ。全く気にしてない。むしろ燃費悪くても楽しい走りの方がいいと思ってる方なので、そこはね、賛否あると思うんで、ちょっとねこの雑談会でしたけど、そんな燃費の話、皆さんなんかいろんな話があったらぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。こんな話も時々してみたいと思います。